最近だと私はやっぱりちょっとトッケビの沼から抜けられなくてですね知ってる人いるかな韓国のドラマなんですけど、ちょっとトッケビロスになるぐらい大号泣してめちゃくちゃ良かったんで、母にも勧めたら母もすごくハマって、親子でハマっている作品ですね。私意外と単純なんですよ。だからなんだろう、もうストレートにこの恋愛感情ありなしどっちでもいいんですけど、もうストレートに目を見ながら、ヤリカのこと好きだよって、その友達でも恋愛でもどっちでもいいんですけど、普通にそれを言われると、わこれもう私惚れちゃうみたいな単純ですいや本当に記憶に残ってるのは、まあ、過去お付き合いした方もそうですし、一方的な片思いの方にでもそうなんですけど、大体お母さんみたいって言われるんですよ。それがすごく、お母さんって何ですか、私まだお母さんになったことないんですけど、お母さんみたいって言われたのがなかなか忘れられなくて、今は脱お母さんを目指しているところです